か得体の知らない物体が盛り上がってきたどうしたらいいんだ俺はどうしたらいいんだ俺は。あれだな。さて大変なことが起きましたけども、不思議な液体、貼って剥がせる両面テープみたいな不思議な液体というね、こいつをですね、入れました。と言ってもこの、デコホイップミルク、デコミルクホイップを入れて、まあ、ちょっとだけ上辺を取ってから、この不思議な液体を入れました。そして、アームを差し込みました。プチ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 っと差し込みました。プチプチプチ、プチプチプチ。差し込みました。プチプチプチ。なんか変わった音がするな。中でなんかこう液体が潰れて空気がプチプチ言ってんのかな。プチプチプチ、プチプチプチ。なんか変な音がするなと思ったら、ドーンと。ね、こういうことになりましたと。まあこいつは鉄ではなくてダイキャストっていう、なんかいろんなこの、種類何が混ぜてあるのかはわからないんだけども、なんかいろんなものを混ぜて合成された、硬くなった品物がですね、完全に穴が開いてですね、ピントが合わないですけど、穴が開いてこうめくれて、もう剥がれ、こうもう取っちゃったんで、えらいことになっとるぞと。で、とはいえまあ一晩経ちましたと。ね。で、じゃあこれは一体どうなってるのか今現在と。上は透明な感じ、不思議な液体が透明に固まっていると。でこれでちょっとだけこっちに行くのか、戻してみるか。これで一番最後はこの辺のはずで、ちょっと戻してみると、とりあえず一周戻してみたと。垂れてはくんないですね。もう一周戻してみると。お、垂れてく、垂れてく、垂れてく。垂れてくぞ。すっげえ時間かかるけど垂れてくと。カタカタはないよと。じゃあちょっとこの感じでピロンピロンピロンとして。うん。悪い音はしない。これで、お、いい感じ。いい感じ。お、いい感じ。いい感じですね。いい感じですけど、おすすめはしません。なぜならば、穴が開いちゃうから。どうなんや、これ。どうなんやろう。ホイップと不思議な液体を混ぜたから何かの化学反応でこうなってしまったのか、それとも、この不思議な液体を塗るとダイキャストというものがもう溶けてしまうのか。わかんねえ。せっかくこんないい状況が生まれているのに、わかんねえぞ。ってことは、この不思議な液体をもう一回塗ってみるしかしょうがないよね。じゃあ一体これは一体いかがなものなのかというのを、この不思議な液体ってやつをここに塗ってみる。しかも、この穴が開いてしまったところにも塗ってみる。で、ちょっと、ほかっとこう、ほんで。ブリッジのダイキャストがそもそも古いので、一応10年20年前のものなので、その劣化もあると思いますけども、まあ、世の中にはこうね、ギターを修理する人、作る人、リペア屋さんたくさんいると思いますよね。でもこのダイキャストがこの不思議な液体によって不思議なことに不思議などころの騒ぎじゃないよっていうね、この液体によってダイキャストを割れるで、なんてことを知ってるリペア屋さんは果たして何人いるでしょうか。こんな実験をしている人にしか気がつかないすごいこと、不思議な液体です。ちなみにこれが、この不思議な液体を使った後に残った部分、こう触ると、本当に不思議な粘着力の、一応こういう何かね、こうくっつく的なことなんらしいんですけど、こうくっつく剥がせるみたいな、そういうものらしいんですけど、この商品には、皮膚についた場合はすぐに拭き取り石鹸でよく洗い流してください。体質によってはかぶれることがあるので、保護手袋や保護クリームを必要に応じて使用してください。またかゆみや表情などの何や知らんがな医師の診断を受けてくださいとか、気分が悪くなった時はとかなんかいろいろ書いてあります。口の中に飲み込んだ場合はすぐに洗い直ちに医師の診断を受けてくださいとか、いろいろそういうことは書いてございます。ということで、何もかも好き放題やるのは大人だけですよ。大人の覚悟を決めた人だけですよってことで。さて、もう一方は、ダイソーで買ってきました、樹脂粘土、オリジナル惑星を作ろう。まあ、乾くと固まる、そのくせ弾力があるって書いてあったので、こいつを、もう塗ってるところから動画にしていくとものすごく長い動画になるので、もう塗って乾かして動画を撮影することにしました。皆さんも見るのが飽きてくるといけないと思って。ということで、これ緑色。この緑色の部分。塗って、もう差し込みました。で、一晩経ちましたので、回してみます。こうやってやっていくって、こう、回さずにこの状態にしてるっていうのはいいのかもしれないな。あ、でもこれでエンディングだから一周戻さなあかんな。一周戻したとこでこれぐらい許する。さあ、いかがなものか。落ちない。カタカタはちょっとだけするな。落ちるね。すんげえ時間かけて落ちるね。じゃあもうちょっとやな。まあ、カタカタはちょっとだけカタカタ残ってるな。粘土の入れ具合かな。悪くはないけどよくわからないな。もうちょい足すかな。ちなみにこの粘土は、まあ、もちろん柔らかい粘土なんだけど、もうこうやって余らしといてわざと乾かしたやつカッチカチになってますから。カッチカチですからね。カッチカチやで、ね、もうどうなったんやろ。こうやって毎回外しちゃうからっていうのがあるんやけど。おう、取れちゃったよ。ネジ周りについてないです。底辺に埋まっちゃってるな。もう一回入れたろ。で、一周戻して落ちません。わかんねえ。中がどうなってんのかわかんねえ。ということで、本日はこの不思議な液体が面白いっちゃ面白いけど、危険があるのかどうなのかということでまた続きます。今日はこれにて。